県民広場で弟子の迎えを待つ先生。しかし、迎えに来るない？チャンスがや。もしかして五百先生？おそい。お困りのようですが。実はよ、膝痛めてよ、歩けないわけよ。今から正月のこっち買いに行こうと思ってるのに、弟子が迎えに来れないっちゃうわけよ。先生のような方に、とても便利な制度があるんですよ。お？便利な制度？大御所民謡歌手五百栄翔先生が沖縄の魅力を探して旅に出る五百栄翔のうちなあ万有記。便利な制度チュラパーキングの巻。突然お声かけしてすいません先生。私この上の県障害福祉課の山城です。あ、県庁。はい。ところで先生、これから車で買い出しに行かれるんですね。そうだっけよ。こういう時にこそ使ってほしいのが、チュラパーキング利用証制度です。先生わかるよね。誰にわかるよね。あ、チュラパーキング、私 CM やってるやつよね。 CM をやってるということは、チュラパーキングについてはバッチリ理解してますよね。わかるよね。突然ですが、わかるよね。チュラパーキングクイズ。本当に突然だね。第1問、じゃじゃん。チュラパーキング利用証制度を利用できるのは A 障害者、B 高齢者、C 妊産婦、D 怪我した人。私が多分今該当してるのが高齢者 B。 これは、全部です。全部かい。公共施設や商業施設にある移動に特別な配慮が必要な方のための駐車スペースを適正に使ってもらうための制度が沖縄県チュラパーキング利用証制度です。車椅子ユーザーには赤の利用証、その他障害者、難病患者、高齢者の方には緑の利用証、妊産婦や一時的な怪我人にはオレンジ色の利用証を発行します。この利用証で適正かどうかが分かるっていうことね。そうです、なるほど。続いて第2問、じゃじゃん、こちらとこちらのイラストの違いを詳しく説明してください。あ、詳しくね。まずよ、このマークの色が違うや、赤と緑や、これ線だけだけど、こっちゼブラ模様っていうのこれなのね。こんなのが違う。はい、どうだ。お、大体当たってます。大体か。車椅子ユーザーは幅の広い駐車区画が必要になりますが、車椅子以外の方も入り口に近い駐車区画が求められます。このため車椅子専用区画と別にプラスワン区画が必要になるんです。この利用証はどこでもらえるわけ？交付申請の受付は県障害福祉課の郵送申請か、市町村の障害者福祉担当課などでの窓口申請が必要です。3名ということで、那覇市障害福祉課で交付申請をすることに。はいはい、して私はどうしたらよけ？はい、先生の場合ですと、一時的な怪我による申請ですので、オレンジ色の利用証になります。診断書が必要なのですが。もちろんど、はい、利用証は障害者手帳、介護保険非保険者証、歩行が困難なことを示す医師の診断書などをお持ちの方のうち、交付基準を満たす方が交付を受けることができます。ではこちら利用証です。もうもらえるわけ？はい。あ、オッケーオッケー。おお、なんかメール来てるな。迎えに来れるって言ってるな。あ、じゃあお父さん利用証もらってからね、こっち買いに行こうね。3名ということで、先生がやってきたのはホープアップルタウン。チュラパーキング、チュラパーキング。あ、あ、こっちじゃないね。あの緑のところプラスワン区画は、こっち、あ、こっち入れて、はい。あ、ちゃんと開いてるな。はい、こっちに止めて、この利用証を、あ、こっちかけると、 OK、 これでいいわけね。あ、はいはい、プラスワン区画ね。あ、
入り口も近くて便利でいいね。とそこへ隣の車椅子使用者優先区画に1台の車が。おいそーい。こんにちは、小薬先生。実はこの方、車椅子単独世界一周を達成した車椅子トラベラーの三尾達也さん。このチュラパーキング、はい、利用してみてどうね。本当は足腰が不自由な方とか、うんうん、妊婦さんとかって、うんうん、入り口に近いところの方がいいんですよ。なるほど。だけどこの幅広いところ止めるのが申し訳ないなって言って止めない人が多い。だからかプラスワンというところが増えたことによって僕らも止めやすいし、うん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 、他の歩きにくい人たちも使いやすいので、うんうん、移動に困難を抱えている人たちはその母数が増えてとってもいいなと思います。なるほどね、うん。現在県内ではおよそ220カ所の施設がチュラパーキングの協力施設に登録されています。コープ沖縄では、組合員や地域の皆さんが安心して快適にお買い物ができるように専用駐車スペースを、より快適により適切にご利用いただくために、沖縄県チュラパーキング利用証制度の協力施設に登録いたしました。ずっと素晴らしいね。ありがとうございます。県民の皆様と一緒にチュラパーキング利用証制度を運営したいと考えています。特に商業施設の皆様におかれましてはぜひ協力区画へのご登録をお願いします。詳しくはチュラパーキングで検索よろしくお願いします。おい CM キャラクターを務めるゴエクエーショーからもお願いするよ。わかるよね。あ、正月用のこっち買いに行かんといけんな。行ってこうね。ちむぐくるチュラパーキングゆたしくねちゃめ。